アスはあのアスなんですよね。どのアスですか？お尻のアスでいいんですよね。はいはい。あ、そうなん？はい、明日っていうふうに思います。多分私たちっていうんじゃないと思うんですけど。お尻の穴？穴ではないと思いますけど、蹴られるのは。穴なんですか？え、お尻の穴って言った？お尻の穴って言った？お尻の穴って言った？お尻の穴あ、そっか。余計なこと言ったか。なんかだってさ、あったやん、なんか。あれないわ、なんかお尻の穴のさ、明日。あれなんか、あれ違う？前やってたさ、バンドでさ。分かってるあ、そう、タイトルやで。ピーやでしょ、ピー。そうなん。あ、ピーのやつですか。じゃあ、その明日ってことじゃ。そんなピンポイントなんですかね。あ、違うか。蹴られるのは。キックアス。キックアス。蹴り飛ばしてやるぜ。そういう、あ、前向きな。はい、あの、そういうやつ。なんか後ろ向きなタイトルつけないから、ね、なんかそういう、あっちの方かと思った。はい。気にせんといて。いいよ、ちょっと。どうぞ。ということで、あの、キックアス、呼んでいただいた大阪流さん、ありがとうございます。ありがとうございます。小野さんの今月一本大阪ミューズでライブさせてもらって、そっちがあのさっき決まってたんですけど、ぜひっていうことで誘ってもらって、はい、はい、あの今日は一番最後仲良しのかよ子と、そう、かよ子も出るし、トムちゃんが今日かよ子でも、あ、はい、あの最後また弾かせていただきますので、よろしくお願いします。ぜひぜひ最後まで残って、あの楽しんでいてください。なんか言っとくことある？言っとくことね。今月結構ライブ、そういう大阪ミューズがその前に1回あったっていうのもあるんですけど、あのライブの本数何本かやってきて、まだ今月大阪に、29日の今週の土曜日に心斎橋のクラブジャングルで、あの前あったわ、ありますよありますよ、クラブジャングルのリニューアル前になんか27時間の耐久イベントをするとかいうあのイベントらしくて、それのでもあの終電で帰れる時間にしてくれと言いまして、初日の29日 の, あの10時ぐらいのデモかな、そうですね、はい、あのでも夜通し電車逃した方はそのまま楽しめるし、うん、ずっとやってるみたいなんで、あのぜひぜひ遊びに来てみてください、うん、よろしくお願いします。なんかすごいリニューアルすんねんて。すごいリニューアルするらしい。そのリニューアルの閉まる、最後閉まるからって言って、まあ何日間かパーティーしようぜみたいなイベントに今呼んでもらったわけなんですけど、うん、だって何もな、うん、スタッフさんもおらんくなるねんで、あ、ガラッと変わるわけ、うん、あ、そんなにリニューアルするの？そうそう、はぁみたい、なんかちょっとごめんなさい。それの復活した時の、します？ん？復活リニューアル1日目何月何日か知らん。5月の3日ですよ。そうなん？あの5月3日毎年私らジャクラブジャングル出てまして、あの元々結成が5月3日にクラブジャングルである、うん、あのモルトオーケストラのボーカルの誕生日イベントっていうので最初結成したので、うん、それ毎年呼ばれるんですけど、それがリニューアル一発目らしいんです。あの両方来てもらった人はリニューアル前とリニューアル後と両方見れるんで、面白いかもしれないんです。おすすめです。よろしくお願いします。お願いします。来月の、ありがとう、来月のだけ。そうね、4月、3月は5本ぐらいライブしてたんですけど、4月はすごい少なくて、4月の12日、日曜日、うん、日曜日に神戸の108という、お世話になってるライブ。土曜日に行ってないです。2人からの視線がすごかったからです。私だけやん、うなずいてた。手前と奥で顔が違ったから、目が違った。土曜日に K のるつぼっていう、K106 っていうね、スーパーフォンキーな、うん、あのバンドと、うん、あと京都のダダカカっていうね、これも最近リリースして、俺めっちゃ聴いてるんですけど。超クール。クールね。めっちゃかっこいい。あと、大阪のハートフルファンクスかな、すごい大所帯の。パーティーバンドと一緒にやりますね、うん、これも超、もう K のるつぼはいつ来ても楽しい夜なんで、これも大阪があれたら神戸は来れるかな、あのぜひよろしくお願いします。はい、遊びに来てください。今と、じゃあちょっとどんどん行きますね。イエイエイ、みんなでイエイエイ言ってください。Bye.
Thank you.
Yeah.